キックボクシング界の主要3団体ライズ、ビッグバン、ペベルスが日本から世界を視野に入れ、新たな格闘技大会ブレイドを立ち上げた。記念すべき第1回大会ブレイド1が12月29日大田区総合体育館で開催される。本当に強いのは誰なのか、そのコンセプトを掲げ発足したブレイド。ブレイド1では各団体のチャンピオンなどを集めて61キロ級の真の最強王者を決めるワンデートーナメント、ブレイド FC ジャパンカップアンダー61キロが行われる。各団体のエース級の8選手が参加。トーナメントの優勝賞金総額300万円と真の王者の名誉をかけて争われる。ブレイド1ではキック界トップ選手によるスーパーファイトも実現。強豪選手が続々と参戦を表明した。この番組ではブレイド1をより楽しむための見どころを4回に分けてお届けします。ブレイド1の注目は何といってもブレイド FC ジャパンカップアンダー61キロだ。各団体のチャンピオンなど8人が集まり、ワンデートーナメントによりキック界61キロ級の最強王者を決める。トーナメントに出場するのは2012年ライジングルーキーズカップ優勝豪州力。新日本キック日本ライト級1位勝地。第3代ライズスーパーフェザー級王者小宮山光介。 WPMF 世界スーパーフェザー級暫定王者茂。 J ネットワーク MA 日本キックボクシング連盟ライト級王者高橋幸光。初代ビッグバンライト級王者カシ。初代レベルススーパーフェザー級王者安幸。第2代レベルスムエタイライト級王者小川翔。そしてトーナメントの対戦を決める抽選会が行われ、組み合わせが決定した。1回戦第1試合茂 VS 豪州力。第2試合小川翔 VS 深志。第3試合高橋幸光 VS 勝地。第4試合小宮山光介 VS 安幸。トーナメント1回戦第4試合小宮山光介対安幸の見どころは。第3代ライズスーパーフェザー級王者ライズの絶対王者小宮山光介。空手仕込みのスピーディーな蹴りを武器としてライズの絶対王者として君臨している小宮山光介。トーナメントちょっと初めてなんですけど、キックボクシング、プロになってから。まあだけど今までずっと空手で培ってきた審議体というかあるので、まあそこまで大丈夫じゃないかなとは思ってます。はい。まあアピールポイントとしては、まあ圧倒的強さです。はい。日本人で最強だってことを証明したいです。はい。小宮山の1回戦の相手はムエタイ都市伝説安幸。絶妙な距離感で自分の術中にはめる不思議な強さが今や都市伝説と言われる和製ムエタイ戦士。ウォームアップなど基礎練習を行わず、いきなり実戦スパーリングを行うなど独特のトレーニング方法で頭角を現してきた。僕の場合時間がないもんで、もうウォーミングアップする時間もちょっとないんですよね。だから本当にもう来ていきなり動いて最後まで動き続けて終わるっていう、そういう練習を毎日してます。はい。やっぱり強い選手とやりたいっていうのが僕の一番の思いですので、勝ち進んだら1日3回も強い選手ができるので、そんな幸せなことないですね。
まあ、いつもの戦い方でいけば、まあ、何も問題なく最後まで勝ち残れるんじゃないかと思ってるんですけど、まあ、特別なことは一切しないです。今日の練習を試合まで繰り返すので。この試合が決まった時のそれぞれの印象を聞いた。リーチがあるのかなと思うので、間合いがね、やっぱその分あるんじゃないかなと思っていて、まあ、でも僕の場合出入りのスピードがすごい速いんで、あそこはスピードでカバーして、ね、行こうかなって思います。正直ちょっと嫌だなって思いましたけどまあやっぱりやりにくい相手ですよね。リズムも得意技も違いますし、やっぱベースがね、空手っていうのが一番ですよね。まあ、蹴り技がね、やっぱりこう普段の試合とか練習でこうもらったことない蹴りとかを出してくると思うんで、まあ、そういうとこに、まあ、気持ちを集中させながら戦いたいですね。この2人の戦いの見どころをスポーツライターの布施浩二さんに聞いた。正直でこの2人、このトーナメントの中で2人とも優勝候補だったと思うんですよ。だから1回戦で事実上の決勝戦が実現しちゃったって感じだと思うんですよ、はい、チームをね、また僕の中で新しくまた今このトーナメント用にちょっと、まあ、メンバーを集めていて、まあ、その各プロフェッショナルの、メンバーのやっぱりこう意見とかも参考しながら、まあ、そのまあ、チャンピオンになるため、優勝するための、まあ、こうものをね、今作っていってる段階なので、まあ、12月は、今回の試合は、非常に、皆さんがびっくりするような試合になると思います。距離の取り合いになると思うんですね、はい、距離を先に、まあ、3ラウンドしかないんで、まあ、距離をもう早くに制したものが勝つじゃないかと。どの技を当てていくっていうのはやっぱりもう試合の中で組み立てていくしかないですね。やっぱりまず距離ですね。距離をしっかり自分のものにする。そしたらどんな攻撃でも入ると思うんです、はい、ライズの絶対王者か、まあ、今回ね、各団体のチャンピオンが集まっている大会なので、まあ、僕はこのライズのチャンピオンなので、ね、しっかりチャンピオンらしい、王者らしい試合をしたいと思ってます。応援よろしくお願いします。どういう試合ですか？でもやっぱ KO でしょ。はい、 KO します。ムエタイ都市伝説か。小山選手の試合をパッと見て、あとはもう自分のイメージするだけです。練習、まあ、特にこれをどういう動きをしてとかそういうのはないです。全て自分の頭の中です。しっかり噛み合う試合をお願いします。ブレイド FC ジャパンカップアンダー61キロ1回戦第4試合、小宮山浩介 VS 安幸。そしてトーナメントのリザーブマッチとして第2代ライズフェザー級王者スーパーフェザー級1位花田元親とライズスーパーフェザー級2位前口タイソンの試合が行われる。ブレイド1では国内外のキック界トップ選手によるスーパーファイトが行われる。初代ライズライトヘビー級王者、第2代ライズヘビー級王者上原誠、常に熱いファイトで会場を沸かせる上原、今回も観客の期待に応えてくれるだろう。俺はその相手の名前があろうがなかろうが倒すっていうことには変わりがないので、そこは意識しないんですよね。勝つっていうことが決まってるので、それ勝って次のことしか考えてないんですよ、うん、やっぱ格闘技やってる人たちって自分がそのスターになりたいとか有名になりたいとか強くいたい、でそれに対して多分進みやすさは絶対それって無理なんですよね。勝ち続けなくちゃいけない。昔は 2,3 年前意識してたんですよ。こういう試合したい、ああいう試合したい、盛り上げるようにしたいとか。でももうそこじゃなくて、もう勝って当たり前っていう、もう勝つんですよ。
その後のことしか考えてないんですよ。上原の対戦相手はあのバダハリを KO で破った男としてその名を世界中に轟かせたザビット・サメドフ。ブレイドスーパーファイト93キロ契約、上原誠 VS ザビット・サメドフ。急性骨髄性白血病から6年ぶりにリングに復帰するノブ林。アスリートとしてね、戦う人間としてどうかなっていう考えなきゃいけない年にもなってるんですけども、やっぱりその病気をしたっていうことで、まあ、引退とかそういうふうなことだけは嫌だったんですよ。やっぱり自分がやっぱり格闘家としてどういうふうに、格闘家としてどういうふうに終わるかっていうのを考えた時に、やっぱりそういう終わり方をしたくなかったので、やっぱりまずはもう復帰を目指して試合できるようになるまで頑張ろうっていう意識は持ってたんで、はい。ノブの復帰戦の相手はピーター・アーツが送り込むムラット・エガ。初来日でのラオマル戦で強烈な KO 撃を見せた。ノブの復帰戦は厳しい戦いとなる。6年ぶりの試合なんですけども、自分が格闘家として自分が選んだ道なので、どこまでこういうふうにやれるか分かりませんが、皆さんに生き様というかそういうのを見ていただければと思います。応援よろしくお願いします。ブレイドスーパーファイトヘビー級、ノブ林 VS ムラット・エガン。格闘技のビッグイベント、ブレイド1スカイエーでは、この熱き男たちの戦いを完全生中継でお届けします。12月29日は格闘技界に新たな歴史が始まる。